球にはとっても深い場所があります。マリアナ海溝です。きっとこの名前はすでに耳にしたことがあるでしょう。学校ではこんなことを習っているはずです。エベレストは世界で最も高い場所で、マリアナ海溝は最も深い場所。平均的な知識はここまで。一体どのようにして、一体なんで、そのような部分まで教わる人はなかなかいません。この場所に隠された秘密や、ここに住む生物の個性はあなたの想像を絶することでしょう。この深い溝が位置するのは太平洋の西部、マリアナ諸島の近くにあることから、この名前で呼ばれています。マリアナ海溝は巨大な V 字型、約 1500km にわたり、深さはおよそ 11km。 エベレストほどの巨大な物体がすっぽり収まり、さらに水面まで 1km 以上の余裕があるほど。この場所に住む生物とは、長きにわたりこのような深い場所に生物が生息することなど不可能だと先見的に信じられてきました。ソ連の観測船ビーチャジが1958年に大発見をするまで、科学者は 7000 メートルの深さで生命体を発見したのです。次々にマリアナ海溝の生物の種類が豊富であること、さらに長い時とイオンによってもその姿が一切変わっていないことまで明らかに。あらゆる種類のバクテリア、無脊椎動物、軟体動物に加えて、現在でも未確認の生物が大量に存在。モンスターが実在するとすれば、この場所が住処でしょうか。1960年、スイスの海洋学者ジャック・ピカールは、海溝の底までの探検に乗り出した最初の挑戦者。ジャックとそのパートナーは、アメリカ海軍からの財政援助を受けて潜水艇トリエステを構築し、海面からおよそ 11km のチャレンジャー海淵の底に到達。この勇敢な2人の男たちがそこに滞在した時間はものの20分。しかしマリアナ海溝の底には生物がいることを発見。この発見は世界を震撼させました。海溝の底の圧力は、私たちが通常海面の高さで感じる気圧の1100倍で、1平方センチメートルあたり約3トン。この圧力で鉄がぐにゃりと曲がろうとも、そこに住む魚は微動だにしません。そんな状況下で、科学の知り得ない奇妙な魚の亜種や巨大な貝類が栄華を誇っているのです。しかし、この一件を有名にしたのは、海中1万1000メートルの深さでの生命の発見だけではありません。あるいは世界の話題にしたのは、と言うべきでしょうか。もともと機密扱いであったジャック・ピカールの記録が公開され、そこには背筋の凍る情報が。そこへ向かう途中のお話です。その記述を引用しましょう。大型の円盤状の物体がバチスカーフに沿うように泳いでいるのが幻想から見える。物体は自らの力で遊泳しており、はっきりと私たちを見ている。その物体ははっきりと目撃されています。間違いではありません。しかし残念なことに、冒険者の喜びもつかの間に、それは数分後には消え去ってしまいました。誰だったのか、または何だったのか、真相は闇の中。この現象を説明するに至る情報はなく、未知の水中文明の生き物なのか、はたまた古代の知的生命体の子孫なのか。古代の生命体といえば、1985年、アメリカの深海掘削船グローマーチャレンジャーの乗組員は、ヘッジホックと名付けられた9メートルの球体の装置を水中に下ろし、海底を調べました。すると突然、コンピュータが捉えたのは奇妙な音。探査機につながるケーブルはどんどん引っ張られます。研究者たちはこの奇妙な出来事の原因を突き止めるために急いでリールを巻こうとしますが、ヘッジホックはびくともしません。海底深くの何かが探査機をつかみ離そうとしないのです。3時間の戦いの後、探査機はついに引き上げられました。そうです。未知の力がついにそれを話したということです。探査機が海から出されると、科学者の前には恐ろしい光景が。
探査機は水中の怪物の口の中にあったとしか思えない姿に。メッキには噛み傷があり、複数あった鋼製ケーブルの一部は切断されていました。一体どんな種類の生き物がこんなことを？この一件は一大センセーションを引き起こしました。ケーブルと探査機本体の状態が事の重大さを物語ります。関係者全員に衝撃が走り、この恐怖の波を抑えるべく、この出来事は正式にはこのようになりました。探査機が岩に引っかかり、被害が引き起こされた。しかし、クルーたちは皆、水深 11km に巨大な何かが生息していることを確信していました。正式版の報告によると、すべてが以前に発見されたものと同じ。マリアナ海溝の底は様々な山々で覆われている。しかし、実際に調査が行われた地域は不毛で、一つも岩はなかったのです。探査機が引っかかることのできる岩がなかったということになります。もし岩があれば、船の計器が衝突を警告していたことでしょう。警告は何もありませんでした。ひどい損傷の他に、あの身の毛もよだつ奇妙な音も、未だ誰もこれの説明に成功していません。その後、生物学者は調査の長期的報告書すべてを体系的に見直した後、さらに驚異的なコメントを発表。なんと、巨大生物メガロドンがケーブルと探査機を傷つけたというのです。メガロドンとは、戦死時代の体重50トン、全長22メートルにもなる巨大ザメです。100万年前という太古の昔に絶滅した現代のサメの祖先というのが通説です。しかし、報告が正しいならば、メガロドンは絶滅しておらず、マリアナ海溝の深部を住処としていたことに。この考えは当てずっぽうではなく、科学者たちは人間の手の大きさの巨大な歯の跡を発見。詳細な研究から、この歯が確かに古代生物メガロドンのものと一致することが判明。数年後、この海溝に日本のイヌイ貨物船が通りかかった時、船体に強烈な衝撃を受け、文字通り船は海中に飛び込む形に。近くにサンゴ礁やその他の障害物はありません。マリアナ海溝を横切った別の船、フェデリコ・パドレの乗組員は、遠く離れたところで巨大な水の柱がおそらく何らかの生物により空に打ち上げられたのを目撃。この時の船員の恐怖は想像を絶するものでしょう。奇妙な事例にはこと欠きません。最近実施された調査で、科学者たちは別の惑星の生物かのような奇妙なクラゲを発見。長い触手を持つクラゲの体は赤と黄の光を放っていました。科学者はその様子をビデオで撮影。クロストタ族に属すると思われるクラゲの触手は2組。触手はご覧の通り不気味に伸び、その体は静止。この行動からクラゲは待ち伏せし、おびき寄せ獲物を捕獲することが予想されます。この奇怪な生き物は水深約3700メートルのエニグマ海山と呼ばれるマリアナ海溝の中でも多くの謎に包まれている場所で発見されました。おそらく私たちは今まで見当外れな場所で宇宙人を探していたのでしょうか。空の向こう、天国すらありそうな遠方を眺めている私たちを尻目に、彼らは海の奥深くに、私たちが思うよりもずっと近い場所にいるのかもしれません。その生物が何であれ、意外なことに深海は宇宙よりも研究が進んでおらず、将来的にはさらに多くの素晴らしい発見が期待できます。そしてもちろん、私たちがその近況をお伝えします。